三井住友海上名古屋ビルは、愛知県名古屋市中区近にある、超高層ビルである。桜通沿いに立つ、超高層ビルで、建設母体が、社名変更や合併を行ったため、計画時許可時の申請参照には、大正海上名古屋ビル、竣工時には、三井海上名古屋ビル、そして現在は、三井住友海上名古屋ビルと3度名称が変更になっている。現在は三井住友海上火災保険グループの名古屋における拠点として使用されているため、一般のテナントは基本的に入居していないが、1階に NPO に運営を委託している NPO 喫茶カフェアイリスがあり、一般客も入店できるようになっている。愛知県人に優しい街づくりの推進に関する条例で定める整備基準を満たし、障害者対応エレベーターと車椅子使用者対応トイレの設置をしているビルに交付される優しさマークを取得しており、障害者が利用しやすいオフィスビルとなっている。NPO 喫茶カフェアイリスの設立に関連して、当ビルの総務責任者が、特定非営利活動法人パートナーシップサポートセンター PSC の理事に就任する取り決めになっているため、東京大学サステイナビリティ学連携研究機構の発行する雑誌サステナの冊子体配布場所の提供やフェアトレードの実施など社会貢献活動を積極的にビルの運営の一環として積極的に行っている。三井海上名古屋ビル時代にあったギャラリー、名古屋国際ミニプリント展や現代美術の視点展などが開催されたため、版画家や現代美術家などの略歴には現在もしばしば登場する。2010年7月7日から開催されている会社のお昼休憩時間に社員食堂の入り口で開かれているフェアトレード交流展示即売会。名古屋をフェアトレードタウンにしよう会の協力を得て実施されている。知的障害者の社会活動支援団体である、社会福祉法人ゆめネットがビル内1階の入り口のそばのロビーの一角で運営する喫茶店。従来14階にあった社員食堂が撤退した後、それに代わる社員の福利厚生と社会貢献活動を同時に行うものとして、三井住友海上火災保険が NPO に持ちかけ実現した障害者雇用施設である。そのため、場所や備品、食器や会社光熱費などは三井住友海上火災保険がすべて無償で提供している。三井住友海上側の希望で、特定非営利活動法人パートナーシップサポートセンター PSC と三井住友海上の本社との間の使用貸借契約を締結する形式となっているため、女性グループの NPO と障害者グループのNPO の共同運営から障害者グループの NPO の単独運営、社会福祉法人の運営と実際の運営主体が変わっても継続して事業を行うことに成功している。設立当初から運営を担ってきた聴覚障害者と健常者が共同で働く NPO スペース21が2010年3月末で運営から撤退したため、2010年4月12日からは社会福祉法人ゆめネットが運営している。一般客の出入りの少ない自社ビル内での運営で、宣伝に力を入れていないため、売上は月30から40万円程度に止まり、一般の喫茶店のような給与を働いている障害者たちには支払えていないが、障害者の社会復帰に向けた OJT の場として有効に機能している。三井住友海上の代表的な社会貢献活動として、ディスクロージャー誌、三井住友海上の現状などにも記載されている。ありがとうございます。